見たのか。ていた全てをこれから奪ってやる。貴様という存在が体現する全てを俺は否定し抹殺してやる。普通であればあの時平八は完全に死んでた。ファイターとして復活して第2回のトーナメントを勝ち進み、再び相まみえることになるとは。あの時平八が和也を殺したとしても驚かないね。